地王城は、大阪府と与野郡の瀬町地王にあった、日本の城。別名、地王陣屋とも呼ばれている。元、東中学校のテニスコートと体育館地王城は、地王地区の東より、野瀬町立東中学校跡地の前面にあたり、その部分は、テニスコート及び一部教室に当てられている。東西75メートル南北110メートルの地取りで、 丹波国へ通じる道路からやや東に折れ引っ込んだ部分に大手門を作り、石組みの真姿を止め、西、南、北を石類で固め、北及び南辺は土塁上に高くなって、所々に屈折を持たせ、単角式ながら金星人野城としての防備を整えていた。野瀬よりつぐ画像、清広志広史所像、徳川家康の家臣となった、野瀬よりつぐは、 関ヶ原の戦いで軍港を挙げると、丘陵の多数十箇所の村からなる領地を当てが割れ、野瀬に復帰した。野瀬寄り継ぐとその一族の所領を合わせると7,800国余りに上る。野馬社を再建し、ついで地王城の築城に着手した。慶長7年より不審が開始され、山田彦右衛門なある人物が、不審奉行を務め、 かつての野瀬市代々の居城であった丸山城から、石材、木材を移し、丸山城のふもとにあった市場も地王城に移して、城下の町割についても整備していった。石垣の不審には、丹波国稲見村の村民が従事したようで、その積み方は、稲見積もると呼ばれており、野瀬より継ぐが、稲見村民の願いを聞き入れた例だと伝わっている。現那元年秋地王城は完成する。 の瀬よりつぐは元場7年に隠居したが、そのまま領民に前政を敷き、用水の開墾や、道路の改修、また、日蓮州に深く消えし、新如寺やのせ妙見さんの混流などを行い、領内各州の日蓮州への改修を行うなどし、のせ市中高の祖と言われている。しかし、そのの瀬よりつぐも、官営3年1月18日江戸で没した。 休術に長けて自由に優れ、江戸幕府の旗本として活躍した。六十五歳であった。幕府は、遺言によって、領地をその子孫に分与した。長男のせよりしげに三千国、次男、のせよりゆたに千五百国、三男、のせよりゆきに千国、四男、のせより長に846国、いつおのせよりひら3 0国をそれぞれに与えた。次王女は、 野瀬頼重が引き継ぎ後の十一代目、野瀬頼富まで続いた。明治2年12月に上知し、地王城は会議所に当てられ1879年3月には、野瀬軍役所長者となり1880年まで使用されていた。地王城、旧丸山城と、周辺地域の空中写真、国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成を手門、絡め手門、堀を設け、西、南、北は石垣を巡らした。東側には、空堀があったとも伝わっており、短角式ながら金星寺に屋上として防備している。木内は、五殿、干拓、土蔵四棟、五難度、道を務む室、札引き替え所、祝日来客室。 武術稽古場、馬部屋、湯場、極屋、取調べ所などが十数頭廃し、北宮には山層の墨あぐらもしくは老閣を備えていた可能性が指摘されている。新たに縄張りありて、追って絡めての口を定めて、あるいは裏手には堀を構え、四方には石類を高く築き、追って絡めてに大門を構え、あるいは電車、老閣に万象一し人力を尽くしければ、 大家の構え、義隆氏として、美霊を尽くし高類の上には公平を、掛け知らず知をもっぜを、塗り、矢様、ま、鉄砲狭間を構えへと記している。地王城が記載されている、陣屋屋図によると、城壁は土塀を巡らし、大手には門があり、城内を兵により四つに区切り、南東部に主要な建物が見られる。城地と共に、 これらの建物は破却され、門や土蔵などは民家に移築されたと言われている。また近隣にある、清広氏士の山門と本堂は、地王城の武家門と大広間の遺構と言われている。ありがとうございます。